どうもこんにちは、まこちゃんです。今日ですね、希望がなくなっているのに生きてるのしんどいと話をしたいと思います。はい、というわけで今日は、プチ打つトークでございます。はい、まあね、そこまでちょっと因果な感じではないんですけども、結構ね沈んでおります。はい、まあ、一応ねやっぱりもう年の瀬ということで、まあね、もうなんかね気はめいてきますよ。はい、そんな感じで今日はねプチ打つトークということで、テーマにしたいのがね、希望がどんどん年々減っているのに生きていくのしんどいなーっていう話でございます。はい、まあ結構ね重めのテーマでお話していこうと思うんですけどもまあね、一応ね、まあさっきまでプチ打つと言ったんで、まだそこまでね、いつものあの打つのやばいやつまでは言ってないんで、比較的今日は冷静なトーンでお話できると思うんですけども、やっぱね、しんどいねしんどいやっぱふと気づいたんだけど、年とともにやっぱ希望って減ってくんだなと思ってて、でもう気づいたら、まあ、36になってるわけね俺で、まあこれは本当に笑われるかもしれないけど、全く36だと思ってないわけよてかそれを感じられてないわけ。ぶっちゃけ時止まってんじゃねえかなっていうぐらいに俺はそれを感じられてなくて、多分周りから見た時に普通に36のおっさんなんだけど、もう気持ちとしてはまだ20ぐらいよ20歳、高校球児が若干年下ぐらいの感覚でいるわけですよね。って中で、でもまあ実際もね36って考えた時に絶望感やばいんだよね。これがやばくて、何してたんだろうとか思う。この15年ぐらいだ、15年ぐらい俺何してたのっていうぐらい、なんか何もしてねえなと思って、本当にパチンコしかしてねえんじゃないかなっていうぐらい、なんかね、で今やっぱ36っていうのはきついじゃないですか。きついっていうか、まあ当然ね、もう中年なんで、まあ結婚してる人であれば当然子供もいて、もうある程度もう所帯持ち、下手すら家持ってて、みたいなっていう中で言うと、真逆。まあ別にそれが幸せとは俺は思わないんだけど、でも、かたや俺なんか、じゃあ俺は俺でなんかいいことしてるか、なんか意味のあることしてるかって言うと何もしてない。何もできてない。何も成し遂げてない。にもかかわらず、年だけ取って、で、年々希望が減っていってるっていう今の状況。結構きつくないですかきつくねえかなと思って。いやでもさ、やっぱりもうこの年ってもうなんか成し遂げた人間の年、これ前も同じような話したら誕生日の時にしたんかな、ちょっと覚えてないけど、まあでも同じようなことぐるぐる考えちゃうからあれだけど、いややっぱりこの年って何かもう一個成し遂げてる人間がなる年であって、気づけばここにまで来ちゃったなっていう、本当にね結構ねでかいよね、ふと自分が36だってなった時に、なんかもう本当にやばい、絶望感に押しつぶされそうなんですよ今俺っていうところで、でさらに来年37、8ってなった時に、40迎えたら本当にあれじゃないかなっていう、やばいんじゃないってしか思わなくて、なんか絶望感、なんかちょっとやばいね。いやー、かといってじゃあどうすんのって言った時に、まあちょっとどうしようもないんだけど現時点でね、いやーなんかへこむわーと思って、で、こういうのってやばいですね。うつ状態入った時にガッとへこむけど、なんかね、これはもう常にニュートラルなダメージみたいな感じで、常にローキックかけられてるみたいな、やばいやばいっつって、必死でカットしてるんだけどね、ローキック。やっぱもうダメージは結構蓄積されてきてるよっていうところで、なかなかね、ちょっと、しんどいですっていう。いやーちょっとどうしたらいいかなー、やっぱり、いやほんとわからない、なんかこれに耐えかねずにちょっとね、行ってしまいそうな感じがしてる。うん、そのね、やっぱちょっと結構きついわ、きつい、やばい、なんかもうやばい、やばい、36だーってなってる、なんかっていう今日この頃です本当にちょっと絶望感だなー。で、ちょっと前にね、黒沢っていうね、漫画が読めなくなったって話をして、やっぱ読めないだわ、あれ。あれマジでリアルだわ、今の俺にとっては。もうリアル、黒沢。
俺黒沢になるんじゃねえかなと思って。黒沢はまだいい方だけどね、主役だから。いや恐ろしい、なんかもうあー怖いっていう状況でございます。はい。いやーどうすっかな、どうすっかなっていうか、どう、なんかね、なんかもうやばい、押しつぶされる、本当押しつぶされそうっていう中でちょっとプチ打つですっていう、なんかね、なんつったらいいのや、難しいんだけど、なんか来てるよ、蓄積が。なんか来てる。俺このままだとやばい。やばい。なんか本当にやばい。そうやってもうね、いつもの鬱に入って、もう、あーっつって、ね、嫌なこと考える、嫌なことっていうか、そのね、これですよ、これ。考えてしまうことあるかもしれないけど、なんかそうじゃないけど、なんか現実を受け入れきれずに、なんか考えそうだもん。なんかちょっと。うん。なんかね、そんな、もうちょっと、はい。病んでますっていう。ニュートラルで病み始めましたっていう。そういう、ですね。言葉出てきてね。希望は日に日に失われていくけど、年だけ取っていくというね、なんか悲しい日々を送ってます。はい。なんかやばい。やばい。泣きそうだ。やばい。泣く。やめよう。はい。ちょっとそんな感じで。ごめんなさい。はい。ちょっとね、なんか本当に、ふとした時に泣きそうになるっていう、今ね、ま、やばい状況にいますっていうことですね。はい。打つっていう感じでもないのに、ちょっとやばい状況ですっていうところで。あ、なんか本当に見失ってきてると。うん。希望もなくなって見失ってきてるっていう。ちょっと結構、うん。やばい。やばいよ。危ないこと考えないように。とりあえず年越せるように頑張っていきたいと思います。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、この度喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。